これから紹介するエピソードはその時にこの岸辺露伴が実際にこの耳で聞いた恐怖の出来事なのだ。君は懺悔室というのを知ってるかい？イタリアの教会の中には必ずある木製の電話ボックスのような部屋のことで、カーテンの閉まるボックスに教会の神父が入り、もう一つのボックスには信者が入る。部屋と部屋の間には小窓があり、話す声は聞こえるようになっているのだが、神父と信者の顔はお互い見ることはできない。信者はその小窓に向かって自分の犯した過ちを、プライバシーを守られたまま告白することができるのだ。人は心の中にある秘密というものを何年も隠し続けることはできない。秘密が重大であるほど心は苦しみ悲鳴を上げるものだ。懺悔室はその魂の浄化のための場所であり、昔の人の英知なのだ。禁止なのだが、神父のいない時に密かに写真を撮ったり、彫刻のデザインや材質の種類を調べたり。で、ちょっと経験のために実際に神父に告白してみるのも悪くないと考え、ボックスに入ってみた。体験はリアリティを作品に生むからな。神父様、告白に参りました。私は深い罪を犯しました。とても話さずにはいられません、神父様。告白しなくては夜も眠れません。しかって言う。僕はカーテンの方が神父の入る部屋ということをこの時知らなかった。この男は僕を神父と勘違いしてしまったんだ。だが、これはラッキーじゃないか。深い罪とは何だ。このまま話を聞くのも悪くない。体験はリアリティを作品に生む。この男の話を聞くのは誰でもいい。結局のところ、神父に話したって思うことが、この男にとって大切なのだから。神父様、どうかなされましたか？どうぞ、気になさらず続けてくる。いや、続けなさい。はい。どう話したものか。いや、あの日の夕方。そう、